さあ今日もテケテケ日よりご覧いただきありがとうございます。先日ね三社巡り動画出しましたけども、今日もねちょっと気になってた神社があったんで、来てみました。実は私初めて来るんですけども、宮崎県宮崎市にある住吉神社です。こちらをね訪れてみたいと思います。この住吉神社というのはですね、全国あちこちに同じ名前の神社があるんですけども、それの一番最初はこの宮崎の住吉神社と言われております。いわゆる元宮というやつですね。あと神社内には、その敷地内にね、4つあったかな神社ありますんで、そちらも紹介できればいいかなと思っております。綺麗なおみくじがある、桜の形のね。これね、昨日まではすんごく人が多かったんですが、いや今日はタイミングいいですね。うわ、いい雰囲気ですね。いやあそこの彫刻、竜とか多いんですけども、鳳凰ですね、鳳凰。こちら三社、ありますね。あ、書いてた。この敷地内には、まずは天照すめおほかみぐ、天照大御神宮っていうのかな。読み方がね、あれ昔のあれですもんね。天照すめおほかみぐ、そして、阿蘇神社、諏訪神社、あと大落神社、この阿蘇神社、大落神社、諏訪神社が、こちらになりますね。こちらですね。いいですね、こうやって綺麗にね、並んで。
ですね。逆光が綺麗ですね。でこれが御神木っぽいですね。しめ縄がされているので、これは2つの松の木かな。いいですね。まっすぐ伸びた松の木。あ、こっちは横から入れるところですね。で、下が車のお払いとかするとこかな。上は何だろう。ちょっと上行ってみましょうか。道があるということは何かがあるということなのかな。あ、これは梅。梅の木ですね。梅の木の、これ畑？ん？なんだろう、ここ。あ、これすげえ。これ梅ですね、梅。あ、もうつぼみが、つぼみがついてるわ。あ、すげえ、ここ。あ、知らんかった。いいフォトスポットを見つけてしまった。あ、いいですね。松の木と梅があって、ここ梅が咲く時期だったら、最高な、景色が見れるんじゃないでしょうか。なるほど。来てよかった。うん。あれ、まだ裏もあるな。こっちは？やめた。あんまり奥まで行って怒られるといかん。さあ、そんな感じで2024年、もうすでにね、2本動画 Vlog をねアップしておりますが、またね、これからもいろいろ神社をね回りたいと思います。もともと神社好きで、こう新年とか関係なしにね、神社見つけるとうろうろしてたんですけども、いいですね。こうやって自分の知らない神社、知らないというか行ったことない神社を訪れるのもね。さあ、ということでね、皆さんまたお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。